こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では検証動画という形でお届けをしてみたいと思っています。ユニクロにはいろんなジャンルの商品がある中でボトムスっていうのがありますよね。その中にもですね、いろんなものが並んでいるんですが、僕は主にですね、ジーンズ系をユニクロでおすすめすることが多いんですね。ただですね、この中に一つ感動パンツというジャンルがあるんですね。皆さんご存知でしょうか。まあ、ここ数年ですね、この感動パンツというものが定番になったんですが、結構名前を聞いただけで気になりますよね。実は僕はですね、感動パンツというネーミングになる前にですね、一度この商品を試したことがあって、まあ、その時すごく良かったんですね。まあ、確かにこれは使いやすいなと思ってですね、それから少し経った後にですね、感動パンツというネームが変わったんですね。まあ、確かにですね、その時点で僕は感動していたので、その言葉に間違いはないのかなとは思うんですね。ただ最近になって、その感動パンツというシリーズに上ですね、ジャケットが出たんですね。感動ジャケットというものです。じゃあこの感動ジャケットって本当に感動できるレベルなのかっていうのが僕の中では少し疑問だったので、先日ユニクロに行って実際に着てみました。その時僕は S サイズを着たんですが、率直な感想を言いますと、サイズがちょっとゆとりがあったんですね。その結果、自分の中ではあまり感動ができなかったんですね。ちょっと感動できるレベルではないかなと思って、でも待てよと、この感動ジャケットも僕のサイズにジャストなものがあれば、ひょっとしたら本当に感動できるんじゃないのかなと思って、今回は検証をしてみたいなと思っています。まあ、ユニクロのオンラインを見ていただくと、店頭には並んでいないですね、一番端っこのサイズ、小さいものだと XS ですとか、大きいものだと 2L ですとか 3L のモデルまで展開がしてあるんですね。僕の場合はやはり S ではちょっと大きいので、ユニクロの通販で XS の感動ジャケットを買ってみて、まあ、ボトムスに関してもウエスト70センチがベストなので、それもオンラインでしか売ってないので、そちらを買ってみてですね、実際にそれを合わせてみたら、ジャケットとボトムス両方で感動セットアップはできるのかというのをですね、この後検証してみたいなと思っています。もうすでにですね、ジャケットもパンツも買って自宅に届いたのでですね、この後実際に着ながら、その結果ですね、これは本当に感動できるレベルなのかを皆さんにお伝えをしてみたいと思います。それでは早速着替えてみたいと思います。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。まあ、ジャケットとですね、ボトムス両方とも感動パンツ、感動ジャケットということで、同じシリーズのもので揃えています。これで感動セットアップが完成したわけなんですが、まあ、率直な感想をお伝えしますと、めちゃくちゃいいですね。これはですね、まあ、正直感動レベルのクオリティかなと思っています。まあ、僕がなんとなく違和感を感じたのは、やはりサイズ感だったのかなと思っています。まずジャケットから見てみますと、まあ、サイズ感は XS にしたことでだいぶコンパクトな作りになっています。ただですね、これでもややゆとりがあってですね、拳1個は余裕で入るぐらいなので、まあ、タイトというほどではないんですけども、まあ、これぐらいでしたらですね、最近のゆったりめのサイズ感のトレンドには合っていてですね、ちょうどいいフィット感なのかなと思っています。非常に満足しています。でボトムスもですね、やはりかなり細めではありますね。かといって、まあ、ビチビチにはならないので、まあ、サイズ感としてはすごくちょうどいい雰囲気に仕上がっているのかなと思っています。まあ、どんな点が優れているのかというところを、まあ、スタイリストとしての視点でお伝えをしようかなと思うんですが、まず一つ目なんですが、サイトでも歌っている通りすごく軽量なんですね。軽いんですよ。なので着ていてストレスがないんですね。まあ、パンツにしてもすごく軽いです。まあ、こういったスーツですとかジャケットパンツのようなきれいめなものっていうのはどうしても着心地が良くないので、これを好んで着ようっていう方は多くないのかなと思うんですが、この感動シリーズに関してはかなり軽量で、しかもストレッチも効いてるんですね。ですので着ていて非常に楽なんですね。ボトムスもこうしゃがんでもストレスがほとんどないので、非常に使い勝手が良いのかなと思っています。まあ、サイトにも書いてあるんですが、家庭用の洗濯機で気軽に洗濯ができますし、速乾性も優れているので、そういう扱いやすさというところでも利点は感じるのかなと思っています。そこに関してはまだ僕自身洗ってはいないのでわからないんですが、結構いろんなレビューが上がっていて、そのあたりの機能性というのも信頼ができるのかなと思っています。
ただですね、どんなに軽くて着心地が良くて使いやすかったとしても、デザイン自体がイマイチだったらやっぱり着ないと思うんですね。じゃあデザイン的にはどうなのかと言いますと、結構満足度が高いかなと思っています。形はかなりベーシックなんですが、肩パッドも入ってない非常に軽量でラフな形のジャケットになるんですが、まあ、これはですね、デザイン的にも違和感はなかったです。僕もいろんな価格帯のスーツですとかセットアップを着てるんですね。例えばタリアトーレと呼ばれるようなイタリアのもの、これはもう10万円を超えるものですし、あとはディストリクトユナイテッドアローズというお店があって、そこのセットアップがすごく僕は好きで、この1年間かなり愛用してるんですが、そちらも上下でやっぱり7万円近くするんですね。そういったものと比較してどうなのかと言いますと、正直ですね、そこまで明確な違いというか明らかに違うなという感じはしなかったです。このセットアップでも十分にクオリティは高いかなと思うので、デザイン面でも結構満足度は高いかなというふうに思っています。で、この感動ジャケットに関しては、実はですね、着丈の長さですとか袖丈が選べるんですね。僕は着丈も袖丈も短めを選択することで、ちょっとカジュアルな着こなしの中にも落とし込みやすいようにしています。僕はこういったセットアップに関しては、内側に T シャツですとかバンドカラーシャツなんか合わせて少し外して着ることが多いので、あまりスーツのようなカチッとした感じよりもややラフな感じに振りたかったので、こういった袖丈とか着丈の長さを注意しながらですね、注文していただくとよりカジュアルに落とし込みやすいかなと思っています。そしてもう一点めちゃくちゃ気になる箇所がありまして、それが素材の質感なんですね。この感動ジャケット、感動パンツ両方とも値段はかなり抑えめで、上が6000円前後、下が4000円前後なんですね。そうなるとですね、どうしても素材の風合いが安っぽく見えるのが心配だったんですね。正直ですね、まあ、GU にもこのようなセットアップがあるんですが、形はやっぱり綺麗なんですね。めちゃくちゃいいなと思ったんですが、正直ですね、セットアップのジャケットパンツっていろんなブランドから出してるんですが、価格帯が安くなると表面に変なテカリが出てですね、安っぽく見えることが多いんですね。まあ、シルエットですとかデザインってある程度雰囲気を高いものと似せることができるんですが、素材の風合いっていうのは真似ることができないんですね。もうダイレクトに出てしまうので、ここで安っぽいテカリが出てしまうと全部が台無しなんですね。ユニクロのこの感動ジャケットとパンツに似たような変な光沢感がないかどうかが不安だったんですが、まあ、結論言うと、そういうような安っぽい光り方はしないので、これは十分にお勧めできるレベルなのかなと思っています。まあ、ものすごい高級感があるかというとそうではないんですが、決して安っぽいということはないので、十分満足できるクオリティかなというふうに思っています。まあ、このセットアップでしたら、きれいめのカジュアルとして中に T シャツを合わせながら今回の僕のようにコーディネートをすることもできますし、ビジネスカジュアルのシーンでも使い勝手がいいかなと思っています。ワイドカラーのシャツですとかボタンダウンのシャツを第一ボタンを開けて着てもらうのもいいと思いますし、まあ、夏場であればポロシャツと合わせるのもいいと思います。ちょっと砕けた感じであれば丸首の白のニットですとか、あとは無地の T シャツなんか合わせてもらうとビジネスカジュアルのシーンでも活用できるのかなと思っています。正直ですね、上下1万円でこれだけ高いクオリティのセットアップを完成させるのは他のブランドでは難しいと思ってます。かなり満足度が高いので、まだセットアップ試したことがない方はですね、ぜひ今回の感動ジャケット、感動パンツを使って感動セットアップを完成していただきたいなと思っています。ちなみにこの動画全くですね PR のものではないです。僕はユニクロさんとのつながりが一切ないので、僕の主観でお話をしています。良いものは良いと伝えますが、悪いものはあえて僕は触れないです。ユニクロの商品どれもが素晴らしいものだとは言わないです。使いやすいものと使いにくいものがあります。ですが、まあ、このような優れた商品に関してはこれからもどんどんレビューをしていきたいなと思っていますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただければなと思っています。ということで、感動ジャケット、感動パンツ両方合わせて感動セットアップ非常に良かったので、皆さんもぜひトライをしてみていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。